お元気ですか？花咲ゆきみです。最近、愛犬くむくむのお散歩に行くときに、なんかこう、いつものお洋服だと寒いんじゃないかなと思いまして、厚めのね、お洋服を買ってあげたんですよ。で、ちょっとこう着せていたら、あれ？ちょっとくむくむ、お洋服増えたなと思いまして、あ、ここでちょっと一回、くむくむのファッションショーをやってみたいなって思ったんですね。ということで今回は第1回、1回で終わっちゃうかもしれないけど、第1回くむくむのファッションショー動画をお届けしたいなって思います。ちょっとね、前に買ったお洋服は結構最近ムチムチしてきちゃったので、もしかしたら着れないかもしれないんですけど、着れなかったらちょっとそれはやめて、着れるのだけ着せて、ちょっと皆さんに見てもらいたいなと思います。それではくむくむのファッションショーご覧ください。どうぞ。皆さんお元気ですか？くむです。なんか知らないけどさ、今からファッションショーやるんだって。こんなに洋服着なきゃいけない俺の身にもなれっつんだよな。まったくよ。くむちゃん、お洋服の上乗っからないで。はい、今からこのお洋服を着てみたいと思います。どれから着る？どれがいい？どれから着ますか？どれから着たいですか？くむちゃん、はい、まずはこちらです。まずはこちらのピンクのお洋服です。くむちゃん、こんな感じです。かわいいよ。帽子をかぶしてみると一気に不機嫌になります。くむちゃん、はい、おやつ。かわいいよ。止まっちゃった。かわいいよ。続いてはこちら、ミニーちゃんのワンピースでーす。あれ、くむちゃん男の子じゃなかったっけ？なんで真っ赤なの着てるの？おかしいな。でも可愛いよ。はーい、こちらが2着目でーす。はい、3着目はこちらでーす。黄色いね、ちょっとコートみたいな感じだね。かわいいよ、くむちゃん。ちょっとムチムチしてるけど、とってもかわいいよ。はい、いい顔して。眠い顔しないで。はい、2個。あー、いいね、かわいいよ。くむちゃん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 。こっち向いて。はい、4着目はこんな感じです。もこもこのお洋服です。はい、あ、いいね、いい感じに回ってくれた。くむちゃん、はい、かわいいよ。いい感じです。くむちゃん、もう一回こっち向いて。くむちゃん、おやつ落ちてないよ。くむちゃん、はい、かわいいよ。はい、5着目はすごいワンピースでーす。くむちゃん、こっち向いて。くむ、はい、ちょっとご機嫌斜めです。じゃあおやつあげようね。はい、おやつあげたからいい顔して。あれ、くむちゃん、くむちゃん、くむちゃん、はい、いい感じだね。はい、いい顔して。はーい、かわいいです。はい、6着目でーす。グリーンのチェックのね、スカートに。ちょっとちょっと、くむちゃん、くむちゃん、こっち来て。グリーンのチェックのスカートに、白いお花模様のね、ワンピースです。かわいい。ちょっとくむちゃん、おい、餌食べ逃げしないで。餌じゃない、おやつ。ここ、ちょっと待ってて、ここにいて。はい。
ストップ、ストップ。はーい、こっちゃんだねー。はーい、かわいいよ。おしまし。7着目。はーい。紺のね、襟がついてて、ピンクのリボンがついているお洋服です。ちょっと、こっち来て、むーちゃん。はい。おすまし、かわいい顔でーす。あ、いいね。いい感じになってきたよ。かわいいでーす。はーい、かわいいでーす。こんな感じでーす。8着目は、この間ブログにも載っていたピンクのセーターでーす。くむちゃん、こっちだよ。こっちこっちこっち。はい。今日いっぱいおやつ食べてるからさ、またさ、むちおちゃんになっちゃうよ。ちょっとみんなに見せてあげて。はい。ピンクのセーターこれでーす。はい、こんな感じでーす。はーい。いいですかーって。はい、9着目は、さっきのセーターの色違いで、白のセーターでーす。かわいいねー。くむちゃん。もうこれでおしまいだよ。はい、以上で、くむちゃんは全部で9着お洋服持ってましたー。くむちゃん。かわいいよー。はい。ご褒美のおやつです。はーい。これが一番似合ってるかもね。いいよ。はい。というわけで、今回はくむちゃんのファッションショーをご覧いただきました。本当にね、最後まで頑張ってくれました。くむちゃん、お疲れ様。もう疲れてます。かなり疲れてます。でも今日は、頑張ってくれたので、ところどころでね、おやつをいっぱいあげたんですけど、ますます、ちょっと、ムチムチしてきてますけど、大丈夫ですか?くむちゃん。ムチムチでーす。あ、そう。お気づきですかね、皆さん。実はこの最後に来たね、このセーター、私とペアルックなんでーす。初のペアルックでーす。くむちゃん嬉しい?ママと同じ。ね、どう?嬉しいの、ペロペロしてくれた。ありがとう。はい。というわけで、本当に皆さん、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、高評価ボタン、ポチッとよろしくお願いします。そして、コメントもいただけると、とても嬉しいです。それでは、またお会いしましょう。さよなら、またねー。バイバーイ。